吹田市民の皆さん、今日は吹田祭の開催おめでとうございます。僕たちはクレッシェンドです。普段吹田市内で福祉関係の仕事をしてるんですけど、その別々のところで働いてるんですけど、その関係で知り合って、細々とバンド活動しています。こういう本当に大きな舞台に立たせていただくのが初めてで、ものすごい緊張してますけど、今ものすごい気持ちいいです。<笑>よろしかったら来年みんな立ってみたらいいと思います。今のは皆さんご存知中島みゆきさんの時代という曲でした。次は
ハッピーという曲をします。今日は誕生日の人はいますか？あ、いた、マジ？じゃああなたのために、あ、違うんだ、ごめん、はい。まあじゃあ皆さんのために歌います。生き続ける意味だってあるだろう。どうせいつか終わるたび
した。